今回はキリよく10クレ10クレでね、やっぱねレアが出てくるとね非常に嬉しいですよ。テンション上がる、本当にマジでテンション上がるってもんです。はい、ロカテッリ、あ、追加やんけ。天才的なゲームメイク。15、9、18、14、15、15。まあ1000円でやっぱ1枚レアは欲しい感じはしませんか？動画的にもね非常に助かる。やっぱこう開封動画に1500円とかかかっちゃうわけじゃないですか。15ぐらい出なかったりするとそれちょっとね厳しいですよ、私としても。やっぱりそれは酒井宏樹代表、まあ、リーグアンでは非常にこうなんか気に入られてますね。マルセイユの方たちに酒井宏樹は非常に気に入られている。まあ、日本代表でも、あ、石原、仙台の石原、まあ、玉がちょっとカード化してほしかったなっていう気はしますね。石原ゴール決めてましたね、一番最近の試合で。この動画が上がってる時の一番最近の試合かどうかはちょっと分かりませんが、仙台が素晴らしい勝利を収めていたので、マックス・マイヤー、本当に若くして素晴らしい才能を持ち主。6クレ目は誰？シエラ、あ、カシエラですね。想像するリターンパス、想像するリターンパスって言うけど WCCF ってバックパスないじゃないですか。WCCF ってバックパスないじゃん。このあっ、何でした今、僕全然見えませんでした。追加カードであれ、追加カードであれなし、ストロートマンいっぱい持ってるよ。1000円で10クレでやっぱレア出るっていうことはこういうことなのかな、こういうことなんですか、やっぱりそれは。え、そういうこと？パラシオ、はい、ロドリゴ・パラシオもね1314の時はね非常に使ってる方多かったです。コラロフ、いやー、石原か。 J リーグは石原だけっぽいですね。そんな、あ、金ペンペ追加出ました。これちょっといいですよ、非常に。これねえ、これ非常にいいカード。これカリシンビ KP もいいっていうね。金ペンペちょっと良さげ、ストロートマンでした。追加をちょっと振り返りましょうか。でも4枚出てるんですね、追加ね。えほら、これはでも割といい追加引いたなっていう気はします。青赤はいつ出るの？ストロートマンでした。さようなら。